こんにちは、速稼塾の久保です。今回もね、塾生さんからメールをいただきました。こんな内容になってます。お世話になります。少し前に配信いただいた動画ですが、仕事でも没頭できることなら苦と感じず、没頭していること自体が休憩にもなるという内容、とても共感できました。そして気合が入りました。検証している時間が楽しく、それ自体が娯楽のような感覚で没頭できているからですと書いてますね。この方はね、FX をやってるんですよね。で、FX で言うと、エントリー回数自体は減ってるものの、先週も100ピップス程度は稼げました。すごいですね。千里の道も一歩から、久保さんを見習いつつ、一歩ずつ進んでまいります。以上ということでございます。はい。本当にありがとうございます。よく皆さんにもご経験あると思いますけども、女性関係で疲れても結局はね、自分の恋の何ですかね、心を癒してくれるのは女性だったみたいなことはね、よくあると思うんですけども、最近は恋愛を例にとることが多いんですけどもね、年を取ったせいですかね。やっぱりね、武田鉄矢の歌じゃないですけども、まあ人に出会い、人に傷つき、人に出会って人に癒されみたいなね、そんな歌詞じゃなかったですかね。まあとにかく私たちはね、この道で生きていくんだと決めた時に疲れることもあるけども、やっぱり同じ道で癒されるんですよね。 FX って結構大変なんですよ。大変なんだけども、それを一つ小さな成功で乗り越えた時に、やっぱり FX に救われて FX で、癒されるんですよね。中には FX で資産をなくす方もいますけども、それは FX に、まだね、扱いきれてないってことなんですよ。まあですんで学びが必要なんですよね。どこまで行っても初心者のつもりでやらなければならないですし、最新の注意を払って、時には大胆にね、この FX という相場というね、魔物に対して私たちはどんな準備をしていくかってことが求められていくんですね。そして力量があれば FX であろうとも、ビジネスであろうともきちっと制御できるんですけども、自分がまず自分の気持ちを制御できてないようだったら、自分の生活を制御できないようだったら、それはマーケットなんて絶対制御できないですよね。ビジネスは他人様との関わりですから、これにも負けてしまいます。だからまずは自己管理なんですよ。徹底した自己管理、自分のことは自分が支配できる状態になってからこそ、初めて他者とかマーケットを支配できるのかなっていうところですよね。それにしてもまあ難しいですけどね。一番素直なのは自分の言うことを聞かせることなんですよ。自分すら言うことを聞かせられない人に、どうやってビジネスでお客様と向かっていくんでしょうか。そして FX でどうやってマーケットに、この暴れ馬にね、立ち向かっていくんでしょうか。それはマイク・タイソンと同じリングに上がって、素人の自分がね、ジョギングもしたことがないのに試合をするようなもんなんですよ。もうすぐやられちゃいますよね。ということでございます。いってらっしゃい。